者15分経過。Oh!
やから。やから。おいは今日みたいなテクラとずっと戦いたかった。デビーホワイトかけてテクラと戦いたいと思う。テクラはどう思う？テクラ、テクラ、テクラ。じゃあ分かった。ベルトのために戦うんじゃない。ナスポイとテクラの物語のために戦いましょう。今日事実、事実ですよね。赤いイベントにさ、挑戦して、私は、いや、スターダムを変えたいとかじゃない。この、プロレスラーを変えたいんだよ。もっともっと、もっともっと、プロレス界を刺激的なものにしてやるから。全体のお前らも、世界中これからの鈴木鈴に乞うご期待。ありがとうございました。すず、いよいよ本性を出してきたな、お前。あんたはそうやって一生うら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 ひねくれて文句言ってればいいよ。タブのせいで赤ビルとおしゃれになったって、真っ暗闇から抜け出せないって、全部立ち上がらなかったお前自身のせいだろ。私はどんな真っ暗闇どん底からも何度突き落とされても這い上がってベルト取り戻したんだよ。あんたと私の違いを分からせてやるよ、クソボケが。タムちゃん、もう行っちゃったかな。赤もすっごく熱くなってるけど、ポイの心の中は今ものすごく燃え上がってるよ。テクラ、今のテクラどういう気持ちかわからなくて、何考えてるかわからなかったからちょっと怖かった。でもね、ポイは本当のテクラを知ってる。テクラ、今日のテクラはポイの知ってるテクラだった。このベルトかけて正々堂々向き合えるのポイはすごい楽しみにしてる。よろしくね、テクラ。バイバイ。
かに。そういう試合、ナイスプレートしないといけない。わかんないだけど、ポイになら、本当の心の底をさらけ出せる気がする。恥ずかしいだけど、まあ、ヘイト。タイトルマッチ楽しみ。おいおい、何がぬるま湯だ。おめえがぬるま湯だろ。あ、自分で自分のことを守ってばっかり。てめえは一生そういう人間なんだよ。おい、何が強さだ。あ、笑わせんなよ。冗談は顔だけにしろよ、バカ野郎。おい、これで鈴木鈴鹿、中野タムからベルコットを取ることは確定したということで。あの熱を持ってるより鈴木鈴鹿持ってるのが面白いっしょ。